ライトウェーブ2023にタービュランス FD が搭載されました。タービュランス FD は流体の速度や温度、煙の密度や燃料などの複数のチャンネルからフレームごとにボクセルグリッドと呼ばれるグリッド内でボリュームを生成し、キャッシュとしてディスクへシミュレーション結果を保存します。一度キャッシュに保存してしまえば、設定を変更しない限り、 シシシシミミュュレレーーョョンンををし直さなくても、もいつでで再生できます。タービュランス FD は、煙や炎の発生源とするエミッタや衝突オブジェクトと、煙や炎の設定を行うコンテナの2つで構成されています。タービュランス FD は、レイアウト上部のタービュランス FD タブ内から各メニューを開いて操作します。 煙や炎の発生源となるエミッターを追加します。この動画では Q オブジェクトを追加して、このオブジェクトをエミッターとします。モデルタブ、作成グループ、ジオメトリーから Q を選択します。オプション画面が開きますが、デフォルトのまま OK ボタンをクリックして、ビュー上へ追加します。 追加ができたら、このオブジェクトエミッターを設定します。タービュランス FD タブ、タービュランス FD グループ、エミッター作成をクリックします。次に、同じタブにあるエミッターをクリックします。エミッター画面が表示しますので、オブジェクトリストに追加したオブジェクトであるニュースフィアオブジェクトの旧オブジェクトがリストされているのを確認します。 追加した旧オブジェクトから放出させるため、チャンネルタブを選択します。この動画では、温度の数値を1.0へ変更します。この動画では、温度モードを設定にしています。設定にすることで放出を一定に保ちます。次に、同じタブにあるコンテナ追加をクリックして OK ボタンをクリックします。 コンテナー画面が表示されます。このコンテナー画面で煙や炎の設定を行います。タービュランス FD はシミュレーションをキャッシュに保存する必要がありますので、キャッシュディレクトリーをクリックしてキャッシュを保存する場所を設定するか、コンテントディレクトリーに関連付ける場合は、その下の コンテントディレクトリに関連付けが有効になっているのを確認してください。次に、ビューポートプレビュータブを選択し、画面中央のシェーダーから炎シェーダーを選択します。このシェーダーを選択することで、ビューポート上で表示するシェーダーを設定することができます。この動画では炎シェーダーを選択しています。 この状態でシミュレーションを行ってみましょう。シミュレーションは CPU を利用するか GPU を利用するのかを設定することができます。GPU を利用する場合は NVIDIA 社製のグラフィックスカードが必要になります。どちらかお好きな方を選んでシミュレーションしてください。シミュレーションの準備が整ったら「開始」をクリックしてシミュレーションを開始します。 上書きしてよいかどうかを尋ねる画面が表示されますので、はいをクリックしてシミュレーションを開始します。シミュレーションが終了したら、シーンを再生して確認してみます。シミュレーションを確認してみると。 オブジェクトの周りだけにしか効果を確認できていません。これは、シミュレーションの範囲が、オブジェクトのサイズと同じになっているからです。効果を確認させるため、シミュレーションの範囲を大きくする必要があります。コンテナータブに移り、グリッドサイズを調整します。この動画では、X、Y、Z すべてを5メートルに変更します。 次にグリッドオフセットの y の値を 2m にしてコンテナーの下部分を Q オブジェクトの下部分に一致させますこの状態で再び「開始」をクリックしてシミュレーションを開始させます一度シミュレーションを行っているので上書きしてよいかどうかを尋ねる画面が表示されますので「はい」をクリックしてシミュレーションを開始します 今度は炎が上昇していくのが確認できました。シミュレーションが完成したとして、次にレンダリングを行います。ビューを VPR に変更するか、レンダータブ、レンダーグループ、レンダーフレーム、またはショートカット F9 キーを押してレンダリングを行います。 この動画では、ビューを VPR に変更して確認します。しかし、ビュー上には何も表示されません。現在のところ、Turbulance FD は、レガシーボリューメトリックエフェクトに分類されているため、レンダータブ、オプショングループ、レンダープロパティをクリックして、レンダープロパティパネルを開き、ボリューメトリックタブを選択して、 レガシーボリューメトリック仕様を有効にする必要がありますので覚えておいてください再び VPR 上を確認するとタービュランス FD の効果を確認することができるようになりましたライトウェーブ2023にてタービュランス FD を利用する際の詳細についてはライトウェーブ2023日本語版「新機能ガイド」の「 タービュランス FD の章もご参照ください。